マニラ湾海戦はアメリカ合衆国とスペイン帝国が戦った米西戦争中に起きた海戦の一つ。フィリピン方面における艦隊決戦でスペイン帝国の太平洋艦隊はこの戦いによって壊滅した。メイン号事件の後、アメリカ合衆国とスペインの関係は非常に悪化しつつあったためアメリカは戦争準備を始めることとなった。 当時スペイン領であったフィリピンに最も近かったのは、ジョージ・デューイ大将率いる香港のアジア戦隊であり、それぞれ2隻の防護巡洋艦と砲艦を用していた。アメリカ海軍は海戦までに、これに防護巡洋艦2隻と砲艦1隻を加えた。一方、スペインのモントウホテイは、アメリカの攻撃があることを事前に察知しており、マニラ湾への嫌いの布設を行い、 また沿岸方の支援が得られるカビテ付近に陣取った。スペイン艦隊の艦艇はアメリカ艦隊と比較して小型で装甲があるものも少なく、また艦砲の後継や射程も劣っていた。二番目に大きな巡洋艦は木造だった。米アジア戦隊は海戦とほぼ同時に香港を出港。4月30日にマニラ近海に達した。スペイン軍はこれに 沿岸から砲撃を加えたがほとんど命中しなかった。米艦隊は砲弾の数に不安があったため、スペイン艦隊からの砲撃を受けてもしばらくはこれに接近するための艦隊運動を続けた。やがて、デュイ大将は、機関、オリンピアの艦長グリッドレー大佐に、グリッドレー準備でき次第、打ってよしと伝えた。この簡潔な指令は後に名文句とされるようになる。 攻撃開始後6時間で、スペイン海軍の艦船は撃沈、炎上なしろ角防止のための地震によって壊滅し、アメリカ海軍はフィリピン諸島付近の制海権を確保した。ありがとうございます。